越王高専剣は、中国春秋時代後期の古史の王、後仙が八本保有していた名剣である。1965年12月古北省高稜剣の坊山一号墓より、そのうちの一本が出土した。1999年の中国国慶節後、古北省博物館に収蔵された。1994年、文化交流展の一環として、シンガポールへ貸し出し中に、 作業員が誤って、ケースにぶつけ7ミリメートルの亀裂が入ってしまった。それ以来、中国は県を国外に持ち出すことを認めず、2013年には公式に国外展示禁止の中国文化遺産リストに登録した。県の長さ柄ら8.4センチメートルを含めて55.7センチメートル、幅4.6センチメートル、重量875グラム、剣の両面に 菱形の連続パターンが施され、ターコイズと青水晶とブラックダイヤモンドで増岩されている。塚頭は11同心円で構成され、剣のグリップには絹が巻かれている。告示の解説剣にはトリムシショという書体で、越王光線自作用剣となり、越王光線自身が作成して用いた剣だと告示されている。越王光線剣は2000年以上経過したにも、 かかわらず腐食する様子もなく、今でも鋭さを保っている。理由を知るため、1977年福丹大学と中国科学院は、近代的な手法傾向 X 線で解析を行った。剣本体は柔軟で折れにくい銅で作られており、葉の鋭さを維持し硬くするため鈴が多く含まれる。表面の模様には、硫黄が多く含まれ変色を抑えていることが判明した。 この結果から、化学蘇生が空気を遮断する鞘と同じ効果を発揮し、状態の良い保存となった可能性が高いと考えられる。銅母からは、非分がなく60.6センチほど長いが似たような剣が発掘され、現在は中国国家博物館に収蔵されている。イギリス大英博物館に似たような剣が収蔵されているが、そちらは腐食が進んでいる。 東京国立博物館の東洋館にも、1998年に購入した、春秋戦。各久志清、よ放置上的10年森保電機三協新聞、モーハットコ北小博物館武漢旅行案内、not just in US、チャイニーズレリックスダメージドインジャパン、シンガポール、台湾、サウス、 チャイナモーニングポスト、Post, http www.scm、p c o m ニュース、チャイナ、ソサイティ、アーティクル、213万4714、5モアチャイニーズレリックスケームクロッパー、ディスプレイアブロード2018年3月29日、閲覧。大英博物館収蔵券、東京国立博物館画像検索。ありがとうございます。